こんにちは、一ノ瀬圭奈です。競馬予想家の太郎です。今週も始まりました、重賞ベスト3。この動画では、競馬予想家の太郎さんが、ホープフルステークスで解体3頭を解説していきます。まず、先週の有馬記念ですが、武豊騎手騎乗のドウデュースが見事1着、そして3着にタイトルホルダーが入って、太郎さん推奨の2頭が馬券圏内に入りました。振り返ってみていかがですか？そうですね。先週は結構、まあまあ、想定したようなレースになりました。そうですね。まあ、この予想の時もお伝えした通り、今年は好天が続いててね、非常に、まあ、馬場状態が近年の中では良かったと思います。タイトルホルダーのね、自分のペースで、まあ、逃げることができて、という競馬ではありました。で、やっぱりドウデュースですよね。戦前からね、ちょっとお話した通り、ちょっと筋肉質になってて、ダービー勝った時みたいな、こう、東京で決め手を発揮するより、今だったら中山のこういうコーナーで押し上げていくような競馬があってたっていうのは、やっぱり一つあると思いますね。そして、やっぱり武豊騎手の、まあ、こう、落ち着いた判断力というかね、ちょっとスタートはあまり早くなかったんですけども、そこから変に動かずにね、スパートをちょっと待って、道中うまく溜めてという、本当完璧な騎乗だったと思います。ジョッキーカメラ見てもね、直線タイトルホルダー捕まえるところとか、なかなかこう気持ちがいいというか、ものだったなと思います。さすがですよね。スターズオンアースルメール騎手も外枠だったんですけども、本当にスタートに集中して、見事に外枠のロスを軽減して、芝で大外枠引いたとき、これで9連続連隊ですかね。ドゥレッチャとかもそうですけど、実は不利と言われる状況から毎回持ってきてて、今回も素晴らしかったと。で、タイトルホルダーは本当に、まあ、個人的にも最後まで本命で貫いて勝って、まあ、勝つとは思ってなかったんですけども、最後、ね、粘ってくれるかなというところで、まあ、渾身の逃げ粘りだったと思います。まあ、全体的にイクイノックスはいなかったんですけど、リバティアイランドもいなかったんですけども、なかなか素晴らしいレースで終わってみれば、ジャパンカップの1、2着が抜けて3、4着が、まあ、来たという結果でもありましたよね。どうですか？来年に向けて、なんかこう楽しみが広がったりはしましたか？そうですね。敗れた中ではジャスティン・パレスは、まあ、ちょっと中山の小回りはまあ合わなかったなという気がします。正直、横山武史騎手そこまで下手に乗ったとは僕は思わなかったんですけども、まあ、来春天皇賞春だったら連覇有力かなという気がしますし、ドウデュースね、また凱旋門賞向かうというような話もありましたし、これはすごく楽しみですね。3歳の時よりは凱旋門賞にも対応できるような馬体作りになっていると思うので、あとはまあ天候悪順もろもろ相手関係ですね。まあ、運が向けばね、日本の馬は一番強いので、十分通用する余地はあると思います。非常にドラマチックな有馬記念でしたね。そうですね。非常になんかいいレースだったなと、見返したくなるようなレースだったなと思います。はい。今週も的中よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さて、太郎さん、ホープフルステークスでポイントがあったら教えてください。はい。ポイントはですね、今回はこちらにしました。はい、ホープフルは。まあ、こんな感じでわかりやすく。まあ、そうですね、ホープフルステークスって2歳馬にとっては中山芝2200メートルって結構こう、タフで過酷な条件になるんですよね。で、そこでじゃあ何が生きるかっていうと、こう、一戦一勝の馬とかもよく出てくるんですけども、やはり、2歳戦ってスタミナを問われれば問われるほどキャリアが生きるというのもあるので、まあ、ここはキャリアが生きると。で、スタミナも生きるということですね。で、もう一つは外国人騎手。ですね、外国人騎手っていうのは、まあ、基本的にやっぱタフな馬場の方が強いんですよね、日本の。なので、開幕週とかの立ち回りを問われる馬場よりは、終盤開催でこそ持ち味を発揮すると。去年の例えばエリザベス女王杯なんてね、こう雨で馬場が悪化した中で外国人騎手のワン、ツー、スリーだったと思うんですけども、ホープフルステークスっていうのも中山芝、これが9日目になるんですかね。A コースの9日目になるので、やはり、より外国人騎手の腕が行きやすい舞台であるという気がします。昨年のドライレイデーなんかもそうでしたよね。はい。なるほど。外国人騎手、ね、結局何頭分何人乗るかっていうのはちょっとまだ分かんないですけど、今回も結構多いといえば多いですもんね。そうですよね。まあ、時期的にもね、まあ、コロナも明けて、来日もね、増えましたし、時期的にもたくさんいるので、まあ、今年もなんかこう、穴馬としても注目だと思います。ちなみに、ここでいう外国人騎手っていうのは、JRA 所属のルメール騎手でも、翌週も含めた外国人騎手ということですね。はい、一応補足です。
ここからはホープフルステークスで太郎さんが解体3頭の解説に移ります。早速1頭目から教えてください。はい。最初に取り上げるのは、新エンペラーにしました。はい。まあ、おそらく人気かなと思うんですけども、新エンペラーはですね、まあ、デビュー当時から注目をされていた馬で、まあ、血統的にはそっと指すの、前提になるんですかね。凱旋門賞馬そっと指すの前提と。で、まあ、ヨーロッパの馬の前兄弟ということで、イメージとしてはちょっとこう重苦しいような、こう、感覚を受けると思うんですよ。まあ、欧州馬なので。ただですね、そっと指す自体も非常に手先の軽いタイプの、まあ、走りをする馬だったんですけども、この新エンペラーというのも非常にこうセンスのある走り、そして機動力もある。つまり日本競馬への対応力が高いタイプですよね。まあ、初戦はスタート決めてね、スムーズに抜け出しましたし、2戦目ちょっとこう、追走苦しくなって位置悪くなったんですけども、やはりそこから、さすがモレイラ騎手ではあるんですけども、直線馬群をさばいて伸びてこれたっていうのは、やっぱり馬自身の、こう、手先が軽く、馬群をさばけるという才能があってこそだと思うんですよ。で、今年の京都2歳ステークスっていうのは、まあちょっと例年ね、手薄になることも多いんですけども、今年はそんなにこう、薄くはなかった。たので、まあ、価値ある勝利だったなと思います。今回ね、どうなんですかね、ここ勝つと、今後の路線どうなるかわからないんですけども、まあ、モレイラ騎手がね、騎乗できないというのは、まあ、ちょっともう帰ってしまって騎乗できないというのは残念なんですけれども、当然ここでも有力、人気でも有力になると思います。今回、ムルタバエフ騎手になりますが、どうでしょう？まあ、そうですね。まあもちろんモレイラ騎手の方が良かったとは思いますね。率直に言って。それはなぜかというと、やっぱり日本競馬にあった、こう、立ち回りのうまさと、あと、なんていうのかな、こう、うまく足を貯めるということにおいて、やっぱモレイラ騎手の方が上なので、その点は若干不安ではあるんですけども、まあまあ、ただね、ムルザバエフ騎手も去年このレースで勝っているんですよね。まあ勝ってますし、それはまあ、トップジョッキーなので大きなマイナスではないと思います。結構そのセンスがあるっていうお話でしたけれども、ドスローだったりとかすると難しくなったりしますか？あれああ、こそそっ流かそっか、れたそうです方ね。が。まあ、そこにも対応できるタイプっていうのが、この馬の強みだと思います。そうですね。この中山芝2000メートルなので、やはりペースとか馬場によって、こう、点で置かれたりとかして差し遅れる。まあ、去年の3着馬、キングズレインなんてね、ちょっとこう、まあ、ぶん回されるような競馬で。立ち回り戦には対応できなかったと思うんですけども、まあそういう競馬には基本的にはならない。そういう競馬しかできないタイプではないので、その点は、なんていうかな、こう、対応力のあるタイプだと思いますね。では、中山コースも特に問題なく対応できるか大なきなと。割引にはならないと思います。あとはずっとまあ好天が続いておそらくまあ28日も良馬場になりそうなんですけれども、どうですかね。まあ、最終日なんでそうはならないと思うんですけども、極端にそのスローであったりとか、あと、まあ、立ち回り戦になって、外枠引かされたりすると、ちょっとまあ、その点の不安はないとは言い切れないですね。クラシック工法に、ね、名乗りを上げている一頭でもあると思うので。そうですね。まあ、賞金ももうね、稼いでますし、まあ、ここを勝てばね、血統的にはね、まあ、矢作厩舎なんで、その海外にね、行くなんていう話もあるんですけど、まあ、ちょっとそこはね、わからないですけども、まあ、ここ勝てば非常に今後楽しみが広がる、馬券とか以外にでもですね、楽しみが広がる一頭だなという気がします。続いての馬も教えてください。はい、続いて、ビスペランツァにしました。はい。そうですね。まあ、ちょっと花っぽいところに行こうかなと思ったんですけれども。まあ、冒頭で申し上げた通り、このレースっていうのは非常にこう、キャリアとスタミナが生きる。それはまあ、中山芝が A コース9日目になるっていうのもそのポイントの一つなんですけども。で、このディスペランツァという馬なんですけれども、やっぱり2戦、初戦はですね、ちょっとこう、うちで動けないところもあったりとか、まあ、馬場が早かったっていうのもありましたね。対応できなかったんですけども、まあ、すごくこう、大きな馬で、スタミナとパワーがある馬なので、まあ、今の中山って合うと思うんですよね。2戦目の未勝利戦では、こう、力強くね、外、抜けてきて勝利。で、前走の京都2歳ステークス、これもちょっとまあ、位置取り落としてしまって、で、外を回すような形になって、まあ、外を回したこと自体が不利ではないレースだったんですけど、この馬に関しては4コーナー
3、4コーナーのやっぱりロスが非常に大きくて、まあ最後それでもよく伸びてきた。悪くない内容だったと思います。あ、重賞でも十分こう、好勝負できる馬だなと。で、今回、まあ、頭数も増えるんですけれども、おそらく、どうですかね、極端な立ち回り戦にはならないと思うんですよね。まあ、馬場状態とか、メンバー含めて。で、そう考えると、この、まあ、ルーラーシップ、そして、お母さんがルパンセカンド、つまり、ファントムシーフの下ですかね。まあ、なので、どちらかといえば、こう、コーナー4回で、こう、ちょっとスタミナを問われるようなレースって非常に合うと思うんで、紛れがあるレースになれば人気全くないんですけれども、ちょっと怖いかなという気がします。キャリアをね、積みつつ、レース使いつつ、まあ、強くなっていく吉岡傾斜っていうのも非常に魅力的ですよね。ルーラーシップだからこそ良くなってそうな部分など楽しうん、みそうなんですですね。ファントムシーフはハービンジャーの子供でね。まあ、ハービンジャーにしては、ファントムシーフはちょっとレース結構上手な馬だなという気がしたんですけど、それと比べるとこのルラシップ3区の、まあ、ディスペランツは、そのまあお父さんに由来するというわけだけではないんですけども、ちょっと大きくて多分、若干不器用さは感じますよね。なので、まあ人気だと少し買いづらい部分はあるんですけれども、その分、まあスケールというか、こう、はまれば大きい、振り幅の大きさっていうのはすごく感じるんですよ。なので、ツボにはまればここでも通用する能力があるけれども、そのまあ、ツボにはまるかどうかっていうのは、ちょっと買うときに精査する必要があるタイプ。去年の、キングスレインなんかもルーラーシップ3区でしたよね。おそらく、タッチングスピーチルーラーシップだと思うんですけれども。まあ、あの馬も中山でね、外回して伸びてきましたし、ルーラーシップ自身もね、有馬記念で大出遅れして、外からね、突っ込んできたりと。まあ、どちらかといえば、ちょっとこう、器用さにかける3区が、まあ、多い。特にボバはその傾向があるんですけども。まあ、この馬もそこは弱点でもあるし、ただ人気がない今回に関して言えば、その、まあ、スケールはあると。な、その、能力のマックスはあるんだけど、まあ、そこを出し切れるかどうか。で、展開とか馬場とかがハマれば出し切れる可能性があるので、そうなったら十分通用する余地があるというタイプだと思います。なので、安定は望めないけど、一発があるというイメージですね。なるほど。このモリス騎手というジョッキーはどうん。んな特徴がある騎手なんでしょうそうか？ですね。モリス騎手っていうのは、まあ、いかにもこう、まあ、もちろんね、まだ、全貌を語れるほどね、その数も載ってないのであれなんですけども、まあでも結構やっぱ強気に動く欧州騎手だなと、まあそりゃそうですよね。向こうで乗ってるので。まあ向こうで乗ってるということは向こうでそれなりのこう、そういうずぶいタイプの馬に乗る機会も多いので、まあこう、なんて言うんだろう、馬をこう動かせるタイプのジョッキーですよね。なのでこの巨漢のルーラーシップ3区には合うと思うんですよね、タイプとしては。優しく貯めるというよりは、こう、強気に動いていくタイプで。まあ、ウィン・マリリンなんかのレースを見てもね、結構こう、まあ、タイトなところをこう突っ込んできてね、ガシガシ追ってきてたので、まあまあ、ああいうイメージで、こう、この馬の持ち味を引き出してくれるんじゃないかなという期待はあります。わかりました。ありがとうございます。それでは続いての馬も教えてください。はい、まあ、一番買いたいのはこちらの馬になります。はい。そうですね。メガレイラですね。ルメール騎手ということで。牝馬ですかね。になります。はい。まあ、レガレイラという馬のね、この、なんて言うんだろうな、良さっていうのは、やっぱこう、スケールの大きな走りですよね。うん。まあ、初戦、ちょっとね、出遅れから鮮やかに差し切って、こう、追って伸びてくる時のね、こう、力強さとパワーっていうのは、なかなかこう、牝馬らしからぬ、こう、ものがありました。で、2戦目のアイビーステークス。こちらね、人気集めて3着に敗れてしまったんですけども、まあ、これはもう位置取りの差ですよね。上がり32秒7で上がってきて届かなかったので、もうこれはただただ位置が、まあ、物理的に届きようがないところにいたと。まあ、それでも最後、こう、ぐっと、こう、重心下げて伸びてくる走りを見てると、まあ、やっぱこう、才能はある馬だな、ということを感じさせました。まあ、ただちょっと欠点があって、やっぱどうしてもこう、なんていうかな、こう、牝馬としては、すがるさというか、機動力ですかね。機動力に欠けるんですよね。まあ、スワブ・リチャード・シーンも結構パワフルな馬でしたし、お母さんのロカっていうのも結構こう、ハービンジャー3区でパワフルなタイプだったので、まあ、血統通りですよね。なのでですよ、この、中山の、まあ、最終日の馬場っていうのは荒れてき、おそらくまあ、さすがに好天続きでも荒れてくるでしょうから、そういった馬場は非常に
合うと思います。なので、まあね、ルメール騎手ですしね、一番人気にはおそらくならなそうなので、まあ十分こう買えるかなという気がします。アイリーステークス自体6頭立てで、結構能力のそういう比較が難しいんですけど、ダノンエアーズロックの評価は太郎さんは高めの1頭ですか？どういでや、すそうか？でもないですね。なるほ ど。はい。あんまり、2着のね、ホープロサンゲですかね。これは結構スタミナあってね、長い目で見たらいい馬だと思うので、まあ、メンバー自体は決して小頭数なんで悪くなかったとは思うんですよ。まあ、もちろんここでね、ラノンエアズロックも素晴らしい馬だって言った方がね、まあ、無難だとは思うんなんとなですくけそど、うですまあね。まあ、ただ、もう思ってないこと喋るわけにいかないので、まあ、そうですね。そういう意味で別にすごく強敵だったかっていうと、まあ、素質は揃っていたかと思うんですよ。ただまあ、この、レガレイラ自身の走りっていうのは、まあ、先ほど申し上げた通り、完全にこう、位置取り負けをしただけで、最後のこう、ぐっと伸びて、ギアが入ってからの伸びっていうのは非常に見どころがあったと思うんですよ。で、牝馬なんですけれども、個人的には牝馬で良かったなという気もするんですよね。こう、まあ、感覚的にスワーブリチャードにロカー、っていうこの配合で、もしボバがね、生まれた場合、結構こう重苦しくて、やっぱり仕上がりの遅いタイプのパワータイプになってたと思うんですよ。なので、まあ、牝馬だったので、多少こうすがるさというか、まあ、スピードも出てるかなという気がします。とはいえですよ、とはいえ、桜花賞とかで走れるタイプかというと、そういうわけではないと思うんですよね。やっ難しぱちょっいとですスピードね。が足りないと思うので、だから逆にボバ相手の中山芝2000メートルのここをこう選んできた、まあ陣営の選択、それはまあ同級者に他にね、有力馬がいたっていうこともあると思うんですけれども、まあここに出てきたっていうのは、これはすごく正解だと思います。確かにレース選択、ここなのはなぜだろうなと思ってそうた。ですね。牝馬でね、こっち使ってきたっていうのは、まあもちろん木村厩舎有力馬たくさんいるのでね、まあそういう意味の使い分けというのももちろんあると思いますし、まあ、この馬自身の資質というのを見たとき、やっぱりマイルだとちょっとなっていうのは多分あると思うので、この中山2000メートルを使ってきたと思うんですけども、なので逆に言えば、こう、ちょっと中山2000メートルでボボ相手の牝馬っていうのは、まあね、ちょっとこう、不安に感じたりもすると思うんですよね。昔ファンディーナが皐月賞出たのもね、ああ、なんてこともありましたけれども、まあ、ただこの馬に関しては、むしろそういうこう、スタミナとか、スケールを問われるレースになった方が持ち味が生きると思うので、まあ、中山の中距離以上では極めて信頼度が高いルメール騎手。まあ、これは、まあ、今更ね、言うまでもなく、そして有馬記念を見た直後であれば、より一層そのことを感じると思うので、まあ、やっぱその信頼度というのを加味すると、ここは十分買える一投だと思います。スタート若干遅そうな印象もあるんですけど、それももうカバーそうですね。そできこたってこは、とで本す当おっね。しゃる通り、スタートが早くないっていうのは、やっぱ、馬にとっては弱点なので、正直、こう、頭で買いたいかというと、ちょっとそこは、連複軸という感じですかね。わかりました。ありがとうございます。ということで、太郎さんがホープフルステークスで買いたい3頭は、新エンペラー、ディスペランザ、レガレーラの3頭となりました。さて、人気になりそうなのは、ゴンバでカーブースかなと思うんですが、太郎さん評価いかがですか？そうですね。ゴンバでカーブースに関しては、ちょっと、まあ、不安もありますね、正直。やっぱり前走の競馬っていうのは、こう、小頭数だからこそできたということもありますし、やっぱまず東京の1600と中山2000メートル、まあ、これ、ね、全くこう、求められるものが違うんですよね。で、これまでのこの、2戦とは全く異なる競馬になる可能性が高いので、まあそこにどう対応できるか。まあいきなりね、この中山代わり、そしてニハロン距離延長に対応できればもちろん素晴らしいですし、まあ今年そんなにこうメンバー協力というわけではないので、その可能性は十分あるとは思うんですけども、まあどちらかといえばやっぱ不安の方が大きいですかね。なるほど。まだ2歳馬のね、朝日杯フューチリティステークス終わりましたけど、まだどうだろうなというところで、この馬結構そうですよ気にね。なまありま正す直よね、ね。今年はここ終わってもまだそんなにこう、クラシックは見えてこないというか、まあ個人的にはやっぱ今のところジャンタルマンタルの方が、ここのメンバーよりは上だと思うので、まあその中であれば当然ゴンバでカーブースも、
当然主力を張れる一頭だとは思うんですけども、やっぱり中山の 2000m にどれだけ対応できるかっていうことは不安もあるので、まあ人気を集める馬が不安もある以上、まあ多少ちょっとこう疑ってみる手もあるかなという気がします。ちょっと、まあただね、ここは枠並びとか、そこを見てみないと今回何とも言えない部分もあります、正直。はい。予防線を張るわけではないですけど、まあ張ってますね。はい。はい、ということで、太郎さんの、まあ、枠順、そして馬場状態などを踏まえた最終結論は、皆様ぜひうまい馬券でチェックしてください。よろしくお願いします。はい、お願いします。ホープフルは個人的に相性いいレースなので、はい。お願いします。楽しみです。はい。さあ、そしてここでお知らせがございます。重賞ベスト3ですが、この動画をもちまして、しばらくの間、お休みとさせていただきます。来年またどこかで、この2人で番組の形を変えて戻ってきますので、皆様ぜひチャンネル登録をしてお待ちいただけると嬉しいです。ということで、太郎さん、重賞ベスト3が一旦お休みになりますが、どうでしょう？そうですね。まあちょっとね、個人的にはこの毎週、やってってね、もちろんいい部分もあるんですけれども、まあ、なんていうかな、こう、個人的にはやっぱ常に、こう、いいものをね、なんか全力でやりたいなっていうのがあるので、こう、まあ、枠順決まってね、こう、すぐいろいろ考えてっていうのは、ちょっとこう、時々、こう、なんか結論に至るまで、あ、もうちょっとこれ話せたなとか、もっとこれ伝えたらよかったなっていう、ちょっとこうジレンマみたいなのも正直多少あったんですよね。なんで、まあそこをもうちょっとこううまく伝えられる方法というのを考えたいなということもありますしね。まあまあこうずっと続けるだけがなんかこういいことでもないと思うので、まあどこかで一度少し区切りをつけたいなという気持ちもあったので、まあ、ちょうどいい機会。まあね、当たれば最後いいんですけど、本当にいろいろとね、見ていただいた方、一ノ瀬さんもそうですし、本当にそんなところであります。はい。そうですね。もう太郎さんとこうやって重賞のお話だったり、毎週させていただくというのも、かれこれ2、3年ぐらい。まあそうですよね。気づけば。本当にまあいろいろね、なメディアにも出られて、いや、なんかそれもすごく素晴らしいことですし、まあ何事もね、よりこうやっぱ常に進化をしていきたいっていう気持ちは僕自身もやっぱり、これはまあ仕事としてね、あるので、まあ、再度こう、お目にかかる際は、僕自身ももうちょっとよりね、進化をした形でお伝え、何かできればいいなと個人的にも思ってますし、まあそういう気持ちで日々過ごしているつもりです。はい。では進化した太郎さんを楽しみに待ちたいと思います。はい、ありがとうございます。またね、はい、その際は引き続き、まあ今回みたいにまた毎週毎週という感じはもしかしたらならないと思うんですけど、はい、よりこう いいものをちゃんとお伝えできるようにはしたいなと本当に思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。今後もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。皆さんもありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい、ということで今週も最後までご覧いただいた皆様ありがとうございました。またお会いしましょう。はい、ありがとうございます。良いお年をお過ごしください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。